グリフィス・ジョーンズ・グリフィス・ジョーンズは、ウェールズの巡回学校を組織したことで知られる、イングランド国教会の教職者。ジョーンズの名は、カーマー・ゼンシャーと結びつけられる。ジョーンズは1683年から1984年に、生まれ、1684年の5月1日に、幼児洗礼。カーマー・ゼンのグラマースクールで教育を受けた。 1708年に聖職者安史を受けて1716年にランドダウラーの牧師に任命され、生涯をそこで過ごした。1731年、人々に読むことを教えるためにカーマーゼンシャーで巡回学校を始めた。約3ヶ月周期だった、この学校ではウェールズ語が使われた。ジョーンズが1761年に死去した時点では、 ウェールズ中の2万人がここで学んだと推測される。ジョーンズは人が救われるために読むことを教え、彼のカリキュラムは聖書と教理問答だった。そうして深く聖書を知り、読み書きのできる国と民を作ったジョーンズは、ウェールズの民がメソジストを受け入れる、道備えをした、ウェールズのメソジストの先駆者だったと考えられるとともに、力強い説教者でもあった。 後のメソジストの指導者たちも、ジョーンズと同じように、野外説教をした。ジョーンズは、ウェールズメソジストリバイバルを強く支持し、この働きの初期の指導者と働いた。事実、ダニエル・ローランドは、ジョーンズの説教によって改心した。ブリジェット・ビーバンが、ジョーンズの働きを支援し、彼の死去後に、学校の運営を続けた。ありがとうございます。